はい、全カイジャーのロボの先行抽選に当たりましたので到着きたはい 通常の一般販売より約2週間早く全開王のジュラガオンセット到着しましたありがとうございますでさらにスーパー戦隊ポスターみたいなそういうのも今回付属するんですよねとりあえず開けてどんな感じかこの左右型にね含めてガンガン遊んでいきましょうかなりこのポスター自体はおー質がいい紙質がいい で前回じゃのロボ2体がありつつ歴代ロボがずらーっと並んでるのかこれかなりいいねちょっと。 大事にしようで今回の戦隊1号ロボはジュランとガオンの2体のロボが2モード変形しつつイエローとレッドの左右合体が完成するっていうこれ面白そうですよねで左右合体っていえばこの辺りの勇者ロボ関連おもちゃ的にロマンありますよね左右合体シンメトリカルドッキングどんな感じなんだろう外箱にはガオンライオンとジュランティラーノが写ってて でさらに「ガオンジュラン」で「全開をジュラガオン」で音符のマークがあるってことは今回は光る鳴るじゃなくて「鳴るだ」だちゃんと本体側からサウンド鳴るわけねお前全開じゃーの5人が映っとるいいじゃんじゃあ開けていこうとりあえず一通り変形2モード変形プラス「 合体まで全部遊んじゃいたいな、せっかく当選したし。これ意外とね、外れたっていう人がコメント欄でも多かったんですよね。はい、開けると、あ、もう合体状態で入ってて、今回のロボ結構、あ、合体はしてない。今回のロボ結構大きいんじゃないもうすでに、この状態で、お電池入ってる。 入ってますので、もう合体させちゃうお電源オンオフないんだ。ピンがあるから、あ、ここであれか。こっちにピンがあって、合体サウンドを認識するわけか。他の、あ、胸のメッキパーツね。で、ガオンの爪パーツと。でもう、この状態で入ってましたから、もうこれでじゃあ合体、 いきましょうジョイントはこことここ3箇所だねあ違うここ下もあって全5箇所だいきまーすドッキングえ何 待機状態待機状態,待機状態からどうすればいいやばいおおこれでいいんだなんか頭部ガッチャンやりましたけど。 まさかの正解だった。そして今回のシステムボイスは、誰だろうこの超ハイテンション。あ、こっちにスイッチがあるわけね。すげえ。え、ちょっともう胸パーツとかさ、適当に刺しちゃえば、出来上がるわけでしょおーあ、でも、やっぱね、足の細さ、 感じる。へえ。ちょっと説明書は後でちゃんと読むので。で、ここジョイントがあったりとか、こっちに、あ、拳があって、あ、武器持たせられる感じだ。他のパーツが、下側に下側にする感じぽいね。ぽいね。で、爪は、ちょっと後で説明書見よう。おお、もういきなり 前回、このジュラガオーンが完成しました。なるほど。もうちょっとレジェンドロボ的な要素があるかと思いきや、そうでもない。結構オリジナル、オリジナル感あるシルエットだな。完成したかどうか、ちゃんと説明書読まないとね。あー、これもうあれか。簡易説明書系か。最近ほんとさっぱりしてんな。この爪パーツはここにはめてね、と。 書いてあるのでこれであ何にももうパーツが残ってない状態全てのパーツを使った状態でジュラガオーンの完成の正式バージョンだ胸のパーツとかここちょっと開くんだねほうほうほういいじゃんいいじゃん若干頭部は大獣人っぽさあるねこの辺の角はサイドのへえ顔をガブリンチョしてサウンド連動ってわけね でも上半身の情報量ゴリゴリ。でも下半身がだいぶスカスカまではいかないけどやっぱ実際見ても細いは細いね。ちなみに左右合体ロボの大先輩の潮流人と激流人を並べるとこんな感じで全長全く一緒。でも違和感なさすぎて同じ作品っぽさがすごい。 意識されたのかなまあ、作ってる会社は違いますけど、スーパーミニプラとか発売してますもんね。この箱ボっぽいごつさ、レトロ感あっていいけど、やっぱ、この辺の緻密な造形は2021年の最新のガングって感じっすね。前回ジュラガオン。でもやっぱちょっとこういうのと比べても下半身の安定感はあるけど、下半身の細さは気になるかな そして、最近の一号ロボと比べると、あ、やっぱ大きいいつもの一号ロボサイズに戻りましたね。騎士竜王自体は合体前から普段の合体ロボサイズぐらいの前兆ありますので、騎士竜王と全く一緒だ、前回王。そして、キラメージンが、まあ、これちょっとランドメージですけど、やっぱ小さいね。いや、でも新世代の新しいロボ感、しっかり出てますよ。 ある程度クリック感あって下半身はもちろんおえマジおおちょっと待ってジャンプポーズいけるでもモモロールとか腰可動とかそういうのはありませんねへえでボタン的なものはないんだけどここ動かすとジュラン側ね音声が鳴るといいこっちなんないんだ そうだよね。ガオーンとかのサウンドもこっち側からだもんね。じゃあ説明書には全く何も載ってないんですが、ウェブ説明書を見る必要はありますけど、ちょっと分離から変形いってみようか。これも単純に引っ張れば、おー、脱着音鳴なるんだ。 なんか運動会の放送みたいな。一番なんとかくんみたいな。そういうサウンドが鳴るんだね。え、でもこっから、説明書なしで返信は、さすがに難しいか。あ、でもなんとなく、あ、でもなんかいろんな箇所が動く。うん、何これめっちゃ、あ、でも簡単。あ、え何 ああ、わかんないね。わ <laughs> かんない。よし。だいたいわかった。てか、スマホで説明書見るのさ、ほんとやりづらい。リアルな説明書やっぱつけてほしいっすよね。今回はもうシンプルに勢いで、おりゃーっていけない感じっすね。ある程度、ステップ数というか変形する手順が必要。まず、半身の状態から、ここに足パーツ収納する。そして、これを前に持ってくると。これを前に持って でガチッと噛み合わさる感じでそっから腕パーツだったものをぐるっとひっくり返してさらにひっくり返しつつここもこんな感じで動くここも先にあれか先にこのロボの足パーツを出しておく必要があるねじゃないとまっすぐになんないのでこういうふうに 変形ステップ以外にも手順がちゃんといる変形って感じ。これはね、やっと僕らの知ってる変形ロボが戻ってきた感じ。そしてひっくり返して、で、ほら、さっきまで腕だったものが足パーツになってるでしょで、爪まっすぐにする、ハの字に開く、で、胸パーツだった腕をまっすぐ下にずらす。で、反対側も下にずらす。 そして、ここに顔がありますので、ここ軸があって、前にぐるっと持ってくると。で、顔まっすぐして、バイザー部分がこのように隠れてますから、ヘッドパーツを起こしてあげれば、はい、人型状態の全開ジュランが出来上がりと。すごいいい感じの変形ステップで、人型状態完成するわけね。そして、こっから、シールドパーツが、 これジョイントであ、ジョイントで合体してないんだ。シールドパーツが、ここジョイントありますから、はめてあげて、そして武器パーツはさっきこっち持ってましたけど、今度はこっちを持たせてあげることで短めに持てますので、はい、これで自立安定性もバッチリな全開ジュランのロボの完成状態。すげえ ミニロボになったなんかこれはこれでちっちゃい1号ロボ感あるね、まあ、メンバーなんですけどメンバーの変身後なんですけど今回センターがホワイトでメンバーが赤色なんですよねちなみにこの状態でちゃんと両腕稼働しますね変形の関係でちょっと動くぐらいで基本は固定って感じでも合体状態よりなんかむしろ安定感ある感じ本編の人型の 雰囲気とはだいいぶ違いますけどこのデラックスロボ感いいな。で、さらにビースト状態のジュランティラノ。2モード変形しますからやっていきましょう。剣外してシールドは畳むと。そして後ろ側に持ってくると。で、下側の足だけ前にしてあ、その前にあれだ。ここにシールドをはめ込むところがあるから先にシールドを。 はめ込んでおきます。で、足を前に持ってきて、つま先を下にずらす。で、後ろに腕パーツを動かして、顔は今度隠した状態からひっくり返すと。そして武器パーツが尻尾になりますので、ジョイントにはめ込んであげて、 足を歯の字に今回も広げます。はい、これで、ジュラン・ティラノの完成いや、このちょっとだけ歯応えがある変形すごいいい。あー、ぽいな。一応ティラノサウルスっぽいな。これが、ビースト状態っすね。合体も合わせれば3モードで遊べるってことですよね。次、ガオーン行こう。まあ、これは基本、 ジュランと要は一緒ですよね。膝下収納を、で、前に、持ってきて、ほら。で、あとは、くるっと、えー、爪外すのか。で、爪前に持ってきつつ、パーツ前に、持ってくると。で、ハの字に広げて、腕パーツを、前に、 してあげてあ、これあれだヘッドパーツが隠れちゃってますので引っ張るんだ角パーツを展開して引っ張って OK とそしてジョイントに爪パーツをセットしてあげればはいこれで全開ガオンが完成とさっきのジュランと全く同じ変形手順になりますのでどちらかで覚えれば超簡単っすね はい、改めてガオーン全体ぐるっと見回すとこうで、これも本編のガオーンのプロポーションとはだいぶ違いますが、デラックスロボ感非常にいいですね。で、これも腕が回転したりとかすると。武器をさっきの持たせたりとか、そういうこともいけますね。で、こっち側にさっきとは反対側に、 メッキパーツが来るるわけねなるほどねじゃあビースト状態の変形も基本同じような感じですよね。爪外す。角収納して押し込む。で後ろにパーツをずらす。あでもガオンはもうワンクリック上だって。でこっからパーツを下に下げると。そしてあここをパーツ展開するんだ。なるほど。もっと同じ設計かと思ったら。 結構ジュランと違うな。で、外した爪パーツを縦紙のように見せるために上側にはめ込むと。ああ、僕はこっちの方が好きだな。なんか変形後の見た目。はい、これでガオンライオンが完成しました。なるほどね。ざっくり同じ変形でありながらも、パーツをもうちょっと上にしてから足を曲げたりとか、肩アーマーに前足が 隠れてたりとか、しっかり差別化されてんな。こういうところもさ、塗装で表現されてますしね。で、上顎は変形の関係で、もともと動きますし、下顎も、下顎も動かすことができます。クリーチャー感出ちゃいますね。あんま下顎を動かさない方がいいな。へえ、この変形好きだなでもだいぶ、骨みたいな見た目になっちゃってる。細い。 あとは変形の関係でこの辺も動かすことができますから、ちょっとこうアクションポーズ的なポージングもできなくもないって感じだね。ってことでティラノとライオン並べるとこんな感じで、人型からこういうビースト状態にしっかりなってさらに左右型のロボに変形するっていうのは本当よくできてる。なので元に戻すときは腕収納するでしょ 爪外す。足を前に持ってくる。この、このなんか、ウィーって変形する感じ、レトロ感あっていいね。で、爪出して、あ、縦髪出して、引っ張って、顔出すと。はぁ、へぇ、いいじゃん。じゃあもう一回左右合体いきましょう。縦紙畳む。 顔収納を足まっすぐ下半身を引っ張るそしてひっくり返しつつ腕を下に持ってきてある程度この合体後のね形をイメージする必要がありますねでつま先収納をそして、えっと、こっち向きか動物の顔が向かい合うようになりますからこうしてそして内部のこの足パーツを こういうね、ダブルヒンジになってるわけ。展開してあげると。で、勝手にこの、ハの字になりますね。で、あとは膝下を出してあげて、腕は下側に。これ、どっかパーツをさ、脱着する必要がないのが、まあ、武器パーツの脱着はありますけど、それすごいね。で、左右に展開と。ここは、ここはでもなんかトランスフォーマーみたいな、渋い顔してるな。でも実際はあれか。 最後に開けるから、この状態が合体待機状態なのか。で、基本的には、同じ手順になりますので、一旦武器外す。そして、下半身を前に持ってきてあげて、ハの字にすれば、人型状態の完成。簡単、簡単。 繰り返しながらの前に、ここを下側かに変形しておく必要があります。顔を逃がしておいて、バイザーは下げると。そして腕パーツになるので、腕下に持ってきて、ここを収納。で、こっちが前になるから、口を持ってきたら、足パーツを下げると。 で、つま先。これで大気音が始まりますので、ジョイントで合体と。で、パーツ展開。あやりすぎた。こうなっちゃう。<laughs> ちょっとこれはグロテスクな感じになっちゃったけど、あんまりこう気合い入れて力入れると、ここ角が入ってるから、こうなっちゃうわ。<laughs> この前、ね、初めてやる感。 もう一回行くね丁寧に展開おーなるほどね こんな感じで遊ぶわけか。でも箱を見るともうちょっと、パーツをまっすぐにしてから合体なので、どうなるあ、でも、すごいバッチリこの、噛み合う感じ。えー。こっから変形いけなくないほら、干渉する。やっぱこの状態じゃないとダメだね。 感じだってまあとりあえずこれで一通り遊ぶことができましたのであとは前回じゃあ本編放送開始後本編に登場しましたら本編の手順でいろいろと合体とか変形とか遊んでみましょう。とりあえずちょっとここのところあまりにもシンプルめだった変形が若干歯ごたえのあるものになってますしこっからプラスアルファでカスタムしていくっていうよりは真ん中にさ 別のこうパーツが入ってセイバーみたいに山属性合体とかそういう拡張性が今後ありそうではありますね。では、あとは本編の放送開始、楽しみに待ちましょう。以上、レオンチャンネルでした。